こんにちは、ブルーフォースです。ということでね、ゼルダの伝説、時のオカリナパート2やってまいりましょう。でね、ちなみにね、このファイル1って書いてあるという000ってあるじゃないですか。これなんかゲームオーバーの数を表しているものらしいので、はい、正真正銘今のところ0っていう感じですね。ということで早速ですが、やっていきましょう。パート2ですね。あ、こっからになるのか。なるほどね。はい、じゃあ行きましょう。出て行って。まずはね、あの、お姫様に会いましょうっていう感じなんですけど、この、なんか操作性がむちゃくちゃなってる。あ、なるほど、これが下で、これがあれか。はいはいはい。了解了解。あ、これだけあれなんだね。ミスったね。もういろいろとね、もうなんか無駄玉を打ちまくってる感じですね。まあまあまあ。別にあの命中率うんぬんがあるわけじゃないからね。で、俺今回のパートのミッションは、まずは、髪の毛が生えていない疑惑のあるお姫様に会いに行くって言ってますね。はい。まあ、ほほう、ブルーホースよ、こちらをご覧。やっとお前の旅路が来たようだの。お前はこの先多くの苦難に遭う。それがお前の運命。それを恨んではならん。この道をまっすぐ行くとハイラルのシーローが見えてくる。お前はそこで一人の姫に出会うであろう。もし進むべき道に迷うたんならマップを見るがよい。お前の進んだ道はマップに残る。だったら相手モードにしてマップ画面で確認することだ。もしマップにある点が光っておればそこがお前の進むべき道場所じゃ。わかったわかった。はい、大丈夫です。それではわしは一足先に行くとしよう。待ってると、ほほう。マップをね、見なきゃいけないということで。ほほう。まあ、よ、ゼルダの伝説ってね、結局ね、あれなんですよ。なんだっけ、ギャルゲーだから、うん、誰のポイントを高めていって、最終的に自分のヒロインにしていくかっていう問題があって、なんだっけ、まあ、お姫様が、まあ、ヒロインがね、何人か出てくるんですよ。で、そのヒロインの中で、あなたは一体誰を選択しますかみたいな、そういう話になってくるんですけど、まあ、僕は結局なんだかんだサリアじゃないかなとかって思うんですけどね。から出てきた幼馴染的ポジション女の子かな。はい。で、解いていくと、はい。このくるくる回転何してもうっとうしいんだけど、そっから、はぁ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 言っててって言うけど、地味にこっちの方がね、少しだけね、ポイントが高くなるんですよ。で、よいしょ。わー、夕方に差し掛かってきたのに、ここに来るとなぜか、明るくなると。兄さん、お兄さん、何してるの？あいつら、もっと世の中に揉め事がある方が楽しいぜ、きっと。おっと、これは内緒だぜ。壺でも割って、ストレス解消、壺のそばで A で持ち上げる。もう一度 A で掘り投げるんだ。いやいや、お兄さん、こっちの方がストレス解消いいっすよ。いや。ということで、まずは、ね、いう感じで、でしょう。まあ、金稼ぎですね、いわゆるね。ここは無限お金稼ぎ編っていうところだからね。あちょー。よいしょ。間違えた。こいつやばいな。こいつが多分ガノーな引き入れたやつなんだよ。それがガロンを引き入れたせいで世の中大変なことになって、背負いたくもない運命を背負わされたリンクちゃんが一生懸命戦うことに、一生懸命戦うハメにされたんですよ。こっちのせいでハメハメさせられてるんですよ。大変だ、本当に。そして、こっち行って、こちらなんか固定カメラ編って言って、あれ行かないかな。ここね、コーヒーの。の作品でお構いになってたやつ。ゼルダ姫に会ってみたいよー。兵士の目をかいくぐり、お堀に身を沈め、もうちょっとってところで捕まっちゃったんだよ。城の右奥に沈めて小さな水路を見つけたけど抜けられなくなっちゃったんだ。そんなことを一般人の前で言っちゃダメだろ、こいつガバガバや。バカレーこいつ、ゼルダ姫に会いたいからって城に忍び込むなんてよ。このバカのせいでお城の警備が厳しくなったんだよ。こんな街中で剣を振ります。ね、まあ、いろいろとこう危険なことあるんですけど。宝箱に夜準備中。夜だけ営業。奥様ご存知？ゼルダ姫って神の強い夢で聞くんですって。ちょっと喋れないのか。お花待ってた。坊や、闇の民族の話を聞く。
我々ハイリア人とかで C カードを利用しちゃう。代々ハイラル王家の忠誠を誓い、王族の、なんていうの、ミノベって言ってたのかな、守っていたそう。しかし、平和な時代になって C 家族というのは、ほら、じゃが、噂では、後ろに一人だけ C 家族になったらしい。わがわやな。あなたも腰どうなったんだ？もう買った、もう買った。また何か売れそうなものを探しに行こうかね。エリア湖に行ってみようかね。あそこにいろんなものが流れ着くからね。ヒッヒッヒッ。おとっじゃないのよ、坊や。背中がかゆるのよ、いやん。よう、田舎っぽい少年。目が入らない。楽しんでいきなよ。北の城の見学を正面の踊り。あちの裏の。やりほしい。やっし。みっ、こうやって隠してるね。あちの子じゃないでしょ。どっから来たの？森の野生の子だなんて。そうなんだ。私、牧場の子、マロ。マロンはね、父さん待ってるの。父さん、お城に牛肉の木に入ったまま出てこないんだ。ちょっともらえるんじゃなかった。もうこれって手に入るんだったっけ。大人プレイスパーティー。ずっとまた全部打てるから、ショットチャンスは15回 B で構えて準備は OK。 調整がむずいな、これ。あ、ちょ、待て、はい、バイ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 。すげえ微調整がむずいぞ。はい、やべ。あー、下手くそだな。残念でした。もっと練習しておいて。はい、やるやるやる。大人のプレイスポットを子供にやらせるの。もう大人のプレイっていう時点でもエロいんだけどさ。しずい。もう慣れた。真ん中からピョーンと出てくる。あれだよね。太陽画の、太陽画の人だよね。しよう。で、今度は。あれ、うそや、うそやん。押してー、しょうがねえな。もう一回ボマックしてやる。今度頑張りな。問答無用でやらされるっていうね。いい。いい。いい。真ん中、ピョン。ピョッキ。よくよく考えればさ、これ1回20ルピーじゃん。100ルピー分くらいをさ、砕けちってるわけじゃん。あ、レプリカなんだろうけどさ。てれててー、ワンダホー、そんなあなたに素敵なプレゼント。よし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 。40個まで入れるぞ。ありがとう。これ1回クリアし、あ、違う違う。もう1回クリアしたら、なんか、金がもらえるとか、そんなんなのかな。なんだ？なんだよ。昼間から酒飲んじゃ悪いねってか、ばあさん。やるでしょ。俺シラフだから。辛いよ。なんだね。あ、なんかバイオハザードみたいな固定カメラ。なぜか有利な。有利が増える。次だな、坊主。まあ、人間様が怖いんだろうね。すごい体験した。おう、いい子。次のやつがありましょう。ざっくりした情報だな。あ、やった。おっ。ピー。誰もいなかった。丁寧に遊んでみたいなと思って。だからよってんだね。丁寧に遊んでみたいななんて思ってる。あ、いいか。じゃあ、お尻触りに行こう。お、デスクしなさいよ。おー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 、おっさんおっさんおっさん。あ、忙しい、あ、忙しい。危ないやつ。では、私が買ったのよ。うん、うん。あ、やだな、やだな。悪いヒゲの親父。まあ、かっこ悪いヒゲの親父だって知らんのかな。あー、出た、こいつ。これさ、よくよく見たら、男めっちゃ惚れてるけど、女クソ冷めてない顔。うふ、あらくって、ヒラル王みたいに。ゼルダ姫。美しさを比較しちゃダメだと思いますよ。君たちは君が一番だよって言っておかないと。隠しろ、いつか。この女の子と喋れない。ザマス、来たわな。これ何？坊や、ロンロン牧場に行ってみたかい？
あそこの牛には絶品だよね。無精さんは可愛いしね。ロンロン牧場行くなら町を打って平気を回すために見に行かなきゃね。こっちのワンちゃん、ここらの犬頃だけ波が違うざます。毛波が。ああ、ご主人様のね、ヘアスタイルがやっぱ奇抜だからね。まだいなかったっけ？ステージクリアすること。よし、じゃあ、寄り道すぎたんで、早速行ってこようか。ナッツがうまい。どうやって行くんだったっけかな。よし。おい、ブルーホス、こっちで。お姫様はこの先のお城の中、見張りの兵に見つからぬようにな。ほほう、この地上では時はいつでも流れておる。だが、街の中では時の流れは止まったままじゃ。時間を進めたければ、一度街から出てみるがよい。時が経てば変化するものもあるじゃろうからの。おお、こんな世界。さて、城にたどり着くまでにどんな出会いがお前を待っているか楽しみじゃな。お持ちの話を聞くか。いいえ。おお、頭のいい子だ。だって気をつけてな。ほほう。多分このまま行ってもダメなんだよな。あれ？これ？女の子いなかった？そういうのがあったんじゃなかった？じゃあ一回捕まってみる。あーちょ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 。それだけ？情報が乏しすぎる。じゃあ、とりあえず。あっ、痛い。やっ、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 こいつ攻撃力高いんだよな。やっ、ちゃかぱぺい。一回戻って、もう一回行ったら、いるかな。停止だらけになってる。違う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 。君じゃないんだよ、ついてほしいのは。君、君、君、君。違う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 、君じゃない、君だ、君君君君、お前、おにゃる、おめえじゃねえんだよ、毛並みの違うこいつなんだよ、奇抜のおばちゃんに会いに行ってんだ。こっちに一旦逃げて避けて避けてどっか行って、え、丸ついてくんの、ドン、え、もうえねんけど、君君君君君がいい、君がいい、君がいい、おいでおいでおいで、裏抜けていったら、ずっとついてくるわん。営業は起きるだけ。お前ら一生そこでやってんのか、寂しいやつらだな。こっちにはさすがに来ないやろ。あー、オッケーオッケーオッケー、あ、いた、あ、いや、うせくんお尻入れるの、じゃあ父さん探してくれる、父さん、きっと後ろどっか寝てるの、困って大人に、ふふ、そうだ、父さん見つけてくれるの、これあげる、マロンが大事に集めたのよ、ふふふ、いや、卵、なんか、ゴトゴト動いてる、はい、よう、マロンもいいかもしれないね、え、なんで、え、こんな登るのにシビアなゲームだったっけ、あんまりちょっとそんな記憶がなかったけど、でガバガバで、こんなにやってんのに全然気づかれない、ね、ここ後で戻ってこないと、おうおうおう、どうやろ、全然気づかれへんやん、なんかもう視野狭すぎてワロスやな、こんなんだからあれでゼルダ姫ガノンドルフにやられるんだ、ゼルダ姫とか入られるじゃんね、じゃなくてあれちょっとあのスタルフォスとかそういうのがこうやってきたのにこういうお家だったね、確かね、よし、くる、ういうい、真ん中を泳ぎ続けてたら確か目に見えないです、これあれかな、誠のメガネでやったらなんだ、
あちょっ、何も手に入らない。で、で、何でもいいや。お姉さんのデブが出なかったら、マリオ、マリオ。なんだよ、せっかく気持ちよく寝てたのに。お前誰だよ、そうだよ、俺がロンロ牧場の牧場主頼んだよ、俺に牛乳届きに来ただか、つい眠くなってついうとうとと、え、マロンが俺を探してた、行っちまっただよ、マロンを放ってたままだよ、また怒られるだよ、腕長いね、君。身長150センチの人、ウィングスパン2メートルくらいあると思う。牛乳は置いていけぼりになってるし、さっくる、結構シビアだね。バルーコツカンでしょ、だからあの牛の絵のあの輪っかのところは引っ張れる。よし、よし、よし、じゃあ行くか、お邪魔します。いい、城の外に出さずにここから放り出してくれるという優しさな。お前誰だよってなるように、ね、城の外までブワーってなるはずなんです。さすがに近すぎるとダメか。でこれ夜になるとこの何ここに兵士が出てきちゃうからもう中入れなくなっちゃうので気をつけなきゃいけない。あそこからだったらこっちとか行ったらいいのかな。で、よし、低いこんな広いとこ、あー、2人最高、慎重に行かれたね。で、で、僕のやつがこっちに行ったから、これはね、一匹を取りたいと思うんだけど、上から行ったらね、上もすぐ垂れるような気もするんだけど、ね、本当になんかあのブルトつけられすぎてよくわかんないくらい視野が狭くさせられてるんだ。え、これ銅像さ、今更ながら見たらこれ超ペラペラやな。横から見たらあのマリオストーリーバリのペラペラ加減かもしれない。よし、じゃあお姫様に一転しましょう。どうして抱っこして頭なでなでしてほしいな。まずは親子くらいけずらすんだ。姫様のいるところに爆弾投げ込むってやばいぞ。で、ガノンドロックとブルーホースとゼルダ姫がってことだね。オッケー、じゃあ行こうか。この人があれです、あの髪の毛が入ってるかどうかの疑惑が入った、あの要はてっぺんハゲじゃないかと言われている疑惑の女ですね。ここまで全然振り向いてない。出ます。お姉様、後ろに何かいますよって、あがばやもん。じゃあ行きますか、行きましょう。誰
あなた誰なの？どうやってこんなところまで？あ、どうも、妖精です。あ、これは妖精だ。右手が台無しやな、パチンコ持ってクソガキじゃねえか。そしてあなた、森から来た人なの？なら、森の精霊石持ってますか？緑色のキラキラしたし。いいでしょ？いやー、そんな安っぽい品か持ってない。おかしいよね。あなたがお告げの人だと思ったんですが、本当に持っていないんですか？本当は？持っているでしょ？いや、持ってないですね。ごめん、もういいね。やっぱり、私、夢を見たのです。このハイラルが真っ暗な雲に覆われて、どんどん暗くなっていくのです。その時、一筋の光が現れました。森から現れました。そして、その光は雲を消え去り、大地を照らすと、妖精を連れて、緑に光る石を掲げた人の姿に変わったのです。それが夢の告げと、あなたがその夢にあられた森からの使者だと。あ、ごめんなさい、私ったらすっかり夢中になってしまって、まだ名前も教えしてませんでしたね。 I am Zeld Queen of Hyla。 あなたの名前は？サリアです。ブルーホース、なんだか懐かしい響き。じゃあ、ブルーホース、今からこのハイラロー家だけに伝わる聖地の秘密をあなたにお話しします。いいよ、そんな簡単に。誰にも言ってはいけませんよ。めっちゃ喋るけど、ゲームオーバーなのに。おしゃべりな男の方、よくありませんよ。誰にも言ってはいけませんよ。このお姫様、グイグイ来るな。それは、こう伝えられているのです。強制的に話が、よかった。国の女神様はミラの音から神の力を持つトライフォースを担ぎました。この力とはトライフォースを示したものの願いを叶えるものでした。この新しいものが願えばミラは良き世界に変わり、新しいものが願えば世界は悪に支配されると伝えられていました。で、西への賢者たちはこの悪しきものからトライフォースを守るため敵の神殿を作られました。神殿とはこの地上から聖地へ入るための入り口なのです。でもその入り口は時の扉と呼ばれる石の壁に閉ざされています。そしてその扉を開くためには3つの精霊石を集め神殿に納めようと伝えられているのです。さらにもう一つ必要なもの、一体とともに王家が守っている宝物、ナオカリアです。音楽が好きなこれ、いいえってやったらなんか無限ループだからめんどくさそうだな。あ、そう、忘れていました。私は今この窓から見張っていたのです。目の付けのもう一つの暗示、黒い雲、それがあの男、あなたも覗いてみてくださる？あ、ちょっと怖いんでやめときます。それで、早くしろって言ってしまう。問答無用やな。イグイクルー M 字ハゲを。それで、目付けの男が見えるでしょ。目が西の果ての砂漠から来たギルド族の首領、ガンドルフ。今はお父様に忠誠を誓っていけるけれど、きっと、嘘に決まっています。目に見た、ハイラル王黒い雲、あの男に違いありません。めっちゃにこっとした。どうしたんですか？続けたんですか？思うことありません。まあ私たちが何を考えているか分かりはしないのですから。で、お父様には話しました。けれどお父様は私の夢の月を信じてくださいませんでした。でも私には分かるんです、この男の悪しき心が。あのドラゴンの狙いはおそらく聖地に襲われたトライフォースです。それを手に入れるためにハイラルにやってきたのでしょう。そしてハイラルを、で、この世界そのものを我が物にしようと。ルーホース、今ハイラルを守るのは私だけなのです。信じてください、お願いです。いやだ、ピューだな、ほんまこの主人公。次はいつも正しいのです。信じてくれないのね。ありがとう。今の顔だけで飯食える。失敗なんです。あの男がハイラルを滅ぼす、そんな気がするのです。それだけの恐ろしい力を持った男なのです。でもよかった、あなたが来てくれて。とにかくガノンドルフにトライフォースは私はなりません。この国は何とかしてあの男の手に渡るのように守ります。あなたは残る2つの精霊石を見つけてください。ガノンドルフよりもにトライフォースを手に入れてこの男を倒しましょう。ではこの手紙を渡しておきます。きっと役に立つはずです。ブルチッダンよ、はいか。あ、そういうことか。まあ、じゃあいいや。
ああ問答無用で巨乳のお姉ちゃんに話しかけられることになっちゃいましたね。後ろの担当が危なさそう。あれかな、断髪式用のやつかな。私はチーカン、エルナ様を守る。全ては今姫が話した方が、新たな家に向かうんだな。私の役目は森の下に一つのメロディーを授ける。そのメロディーは古代より大きく伝わる。私がゼルダ様に幼き頃にお守り歌を聞かせ申し上げる。私はこのメロディーに不思議な力を感じた。心して大事なことなのに歌ってみる。よく見たらすげえ巨乳だよな。おっぱいの先立ってるもんね。発射できそう。発射される方だもん。担当が光ってるわ、キラキラと。ゲルドの財宝だからロパンの出てきたよね。ゲルドの子守歌を城の兵士たち苦手や城の外までお送りしよう。優しい人。勇気ある職人、我々はこの美しい灰を守らねば。ひるがい、あの山を、あれが炎の精霊石がある、ゴロン族、デスマウント。デスマウントの麓には、私の生まれ育った、あかりこ村が、村人たちに話を聞いてからデスマウントに向かうがいい。お前に授けたのは、王家の者にだけ許される不思議な力を持っている。王家に関わる者に身の証しとも、これを覚えている。前がこの城へ戻ってくるのを待ってる。うっ、一瞬で消えたね。よし、じゃあ、かかりこ村へ向かいます。向かうわすね、もうちょっとだけやろうか、うん、あまり区切りすぎても大変だからね。で、とある歌を覚えようと思います。大切なものもね、ここに。えい、この歌を覚えているか覚えていないかで、この先のゲームが、ね、非常に楽になるか、そうじゃないか、変わってくる。よし、ちゃん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 、うん、早く、あっ、意外と溜まってないのかね。はい、起きてますだよ。ん？おお、誰かと思ったら、ホラーの妖精坊や。あの時は助かっただよ。あの後、マロンの気を直させるのに苦労しただ。今日は何の用だよ。もし時間があるなら、ちょこっと遊んでいくだ。マロンの持ってるサンマのコップは、特別製のスーパーコップだよ。今からこのコップたちを、キーコップの中に投げ込むだ。全部見つけたら、坊やの勝ち、いいものやるだよ。見つけられるか、ボラの勝ち、ゆっくりもらうけど、やる。30秒遊んでいくだよ。お、こいつは本物だよ。それに使わずにはお、ああ、そいつも本物だ。だどもこれからが勝負だよ。さあ、あと1話。来るね、来るね、お前だ。違うな、止めない、止めた。あ、時間切れだよ。残念でした。よしよし、本当によく稼ぐいいことじゃかしら。お前たち戻っておいで。嘘だろう、この悪徳商売マンね。もうかも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 、ずる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 、やる気が感じ。あ、うん、安くしてくるところだけあるだね。あ、ここ帰ります。はいはいはい、痛い痛い痛い、目だよ、本物だよ。
目だよ。泡をそっちが、ぶっこもるだよ。ああ、なんか、うおー、やられただよ。そこだよ。それ全部だよ。こっちおいでだよ。お前、最高のカーボーイになれる才能ってのがあるだ。アロンの向こさ、む、いや、なるなるなる。いよいよ。いや、冗談冗談、まだちっちゃすぎるだけ。うわ、そうだ、約束通り、オラの自慢のロンロンキルにやる。あの、牧場って言わないとさ、オラの牛乳だともうなんか、やばい意味で変わってくんだよ。はい、ありがとう。で、また寝ると。自由だな、いいな。まあまあ、経営者ってそういうもんだからね、あの、自由、自由、自由時代です。自由に遊んでるね、ほんと。よいしょ。あら、これって妖精くん。母さん見つけてくれたんでしょ。おしらどうだった。お姫様に会えた。母さんから、あれ、せっかく帰ってきたね。おやってるね。ぶっ飛ばしてやったのよ。髪の毛なくなってたでしょ。私のせい。私の友達、この馬らのエポナっていうのよ。怖いでしょ。わかる。妖精くんのこと分かってるのか。なんでなんでなんで、これ身の毛よりこれ持ってきた方がいいんじゃない。乗りましょう。手の手の手のパンダ降りれない、一生降りれない。降りたくないとこに降りたった。あれだな、お母さんの愛情が、お母さんの最後の愛情がここに眠っていたのを盗んでいくという約束なんだな。まあ、ハート20個を集めるときには、あの、当然ならないとは思うんだけど、まあ、ちょっとでも旅の役ができる。出れなくなった後から思いたくて大丈夫。で、いい。じゃあ、一旦ですね、この辺りで終了させていただきたいというふうに思います。パート2ね、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。あ、チャンネル登録ボタンとグッドボタンもよろしくね。バイバイ。